ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさあ行こっか。入っていこう。アングラーの滝壺、ここはどういう感じの敵なんやろ。あ、でもこういう場所やけんさ、そろそろ泳げるようになりそうじゃない。守りの木の実を手に入れた。敵からのダメージを半減する。ういて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 、痛い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 。ちょっと後ろから来るのとかやめてよ。あ、溺れたんじゃん。あれ、こっちが行けん感じ。そういうことですか。ねえちょい、君君、今夜、え、ねえ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 、ちょっと反応ぐらいしてくれていいんじゃないかな。うい、いったいった。ん、開いた。てか閉まっとったんかな。そこからちょっとよくわからんねえけど。は、へい、痛い。おおおおお、よし、へい。力のかけらを見つけた。なんだか力が湧いてきた。よし、コンパス。コンパスを手に入れた。ボスと宝の場所が分かるぞ。さらに鍵が近くにあると音で知らせる、音で知らせる新機能付き。こっち側、あ、あん中に鍵あるね。よっ、あ、やっぱこういう場所がいっぱいあるってことは、このダンジョンの中に、まあるってことやね。その泳げるようになる何かしらが。よっ、ふう、ハート、大事。よいしょ。はい、鍵ゲット。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。オッケーオッケー。ここか、鍵のかかった扉。もしかしてどこの扉でも開きよるとかいうわけじゃないよね。あ、ハートが欲しかった。あ、ここにも宝箱あるの。え、あ、上からやってくる感じか。よいしょ。でも音鳴らんかったね。ってことはあの中身は鍵ではないのか。こっち側も、いけ、びっくりした。いけたやん。イエイ、ハート、ハート。あ、そっか、あー、いや違うわ。ほっ、ちょっと待って。はっ、こう、あれ、もしかして戻れなくなった。いや戻れた戻れなくなったとかそんなことないわいね。おいし、それじゃあ上から行ってあの宝箱を取りますか。はい、来たー。なに、あ、くちばしや。石像のくちばしを見つけた。フクロウの石像を探そう。あ、今回はあれやね、珍しく先にフクロウを見つけることなくくちばしの方を先に見つけたね。あれ、こっちの宝箱取れんのか。ということは、何あれ、あ、敵、あれ何かしらの仕掛けかと思ったけど、あ、宝、これも鍵じゃない。あ、地図や。やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。この辺は、あれ、押せない。ってことは向こうに飛ぶのか。何やってんの君何やってんの君。あれ、お、押せない。マジで。ということはこっち、あ、鍵がある。あれか、鍵。あ、お、薄い剣いけるね。薄い、浅い剣薄い。え、なになになに、びっくりした。意志を持ってやってきるわけじゃないよね、あれは。はあ、あ、せっかくのハート、あ、深かった深かった。かなりひび割れてる。なんとかすれば壊せそう。あ、爆弾で壊せるやつもあるの、もしや。あ、水の中でも爆弾使えるんや。ちょっとびっくりなんやけど。よいしょ。はい、鍵ゲット。小さな鍵。オッケー。あれは攻撃はできないっぽい。あ、やったー、爆弾ゲット。
ここ別に何もできんね。こっち普通に行ける。あ、ここも鍵か。いったー、汚れたー。ちょっと待って、はい、はい、はい、鍵ゲット。小さな鍵、そしてハイハートゲット。さあ、あとはここ、あとこの子だけやろう。あれ止まらんとやっつけれんっぽいね。なるほど。あとは別に何もなく、この子は、はい、溺れた。あ、そろそろ止まりそう。よし、何もないな。何もないな。この辺別に壊れるような、壊れんね別に。はってことは、あと鍵が使える場所に行くのか。奥に何かあった？と鍵、あ、こっちの部屋鍵が、この辺のは動かせないのか。なるほど、向こうから回っていくしかないんか。ガイアガイア、で、私から行ってやるわ。はっ、こいつは向かってこんのやね。はい、ここはコンパスが反応しない。あ、こっち、ここに出てくるんや。なるほど、コンパスが反応しない。え、ちょっと待って、これはもしや行けないのか。あの距離は飛べんね。さすがに飛べんね。よいしょ、ここの鍵が開けられる。なんだあいつ、なんかカービィとかに出てきそう。さあ、これで、はっ、よいしょ。名前にコメントでね、相手の攻撃を避けて受けた方がバシバシ行くよりも、なんか、よろけさせれるよみたいな聞いたんやけど、確かに、確かにそうできた。あ、鍵、え？え？鍵下に落ちていったんですけど。ここは普通に通れるところやでしょ。ほい、いやー、やめて、背後から来るのはやめて。はい、光る床、その動き知る者必ず導かれる。光る床、今のところ光る床は出てきてないよね。あ、こ飛び越えれるかな。先にやっつけとこ、行くぜ。ほい、あ、いけたいけた。でもこれ後ろからいけん。あ、押せない。ってことは戻るしか。あ、あ、折れた。ちょっと待って、はい、あー、ギリギリいけてない。ちょっと待って、あ、この辺から行った方がいいかな。よし、で、こっちの方は多分距離的に行けない。ん？こっちも別に何もなさそう。光る床ってどれのことやろ？この部屋じゃないんかな？光らないね。光らない。別の場所か。よし。てぃー。お、そんなにジャンプする必要もなかった。あ、ここもしかしてさっき、溺れる。あれ？ってことは、ん？ってことは？どこかしらに、どこかしらに痛い。もうその泳げるようになるものがあるということ。
え、どこに行けばいいんだ。こっち深い？深いね。光るゆっかけ。はい、力のかけらゲット。ん？光る床どれだ？光る床、あっち側になんか行けるとかそう。ん？行ったけんって別になんもないんかな。ほほ、あー、行ける行ける行ける。え？行けんやん。あ、こっちに行けるんか。なるほど。この子はなんかポケモンに出てきそう。なんか2匹おったらついつい剣をいやー振り回してしまう。てい、ちょ、動きが遅くなるからやめて。これは鍵じゃないの。いやマジかよ。よいしょ。なんかすごい鬱蒼とした感じの場所に階段があるんですが、てか結局その光る床がないぞ。よっこっこっこ、止まらないと攻撃ができない。止まれ止まれ。はい、オッケー。こっち行こっか。これじゃない光る床。え、違うかな。ほら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 、攻撃される。あ、鍵ゲット。にゃー、そういう感じの。この光る床の順番ってどうやってわかるんやろ。どっかになんかあるんか見たい。よいしょ。あれ、あ、一回しか動かせん感じ。じゃあこっちからじゃないんやね。こっち側に進んでいきますか。ん？こっちも進んで、あ、てかボスの部屋やんあれ。とこっちの、あっこの階段には行けないのか。はいはい。よいしょ。あ、痛い。ちょっと待って。やめてよ、危ない。よいしょ。どこにその光る床のヒントがあるんやろ。動き知るもの必ず導かれる。ちょー、来た、吹き飛ばしたな。ちょっと私には分からないけど、とりあえずここ進んでいこっか。え、何、中ボス。マジかよ、ちょっと動き早いし。何？ちょっとつ盲信型？ちょっとつ盲信型だとしたら、行った行った行ったよ、もう。痛い！え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。上に上がって、ちょっと、永遠にこの動き。なんかどこかしらで、あ、ほう。なんだ、弾き返したら別方向に動き出した。あ、やっぱり当たったら別方向行く。はい、おー、逆向きに歩き出した。あ、ちょ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 、待って。よいしょ。どこを攻撃すればいいんやろこいつ。あー、てか雲なんかな、タコなんかな、ちょっといまいちよくわからんねんけど。お尻を攻撃する、うえい、来た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 、マジか。お尻を攻撃すればいいんかな。頭かと思ったけど違うっぽいよね、なんか。あー、いや、ちょ、華麗に、華麗ではないかもしれんけど、まったく。あ、おー、いけたよ。おー、なになになに、急ブレーキ。なんかちょっとあれやね、ブレーキが効きづらくなってきたかも。はい、
なんていうか結構攻撃が必要。はい。お、いけるんじゃない？あ、いけん。ちょっと待って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 怖い。危ない。あー、ダメや。ちょっと待って。怖い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 。はい、おいで。はい。おー、いけたー。あ、妖精さんどうも。よいしょ。あ、これでここで、追加のワンポイントができたね。なんか閉まって、何あれ？あっこになんか入り口があるね。ちょっと待って。あ、通して。はい。あー、攻撃される。ちょっと待って、あれ鍵じゃないっぽい。はい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 。ほい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 。あー、こい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 。はい。なにこれ。アングラーの水かきだ。 B で潜れるし A で早く泳げる。おー、やったー。やっと泳げるようになった。これは装備しなくてもいいんか。もうそのまま行けるやつや。あ、待って、これ。これ光る床のやつや。え、順番は？あ、今なんか光の玉みたいなのが浮いとるけど、それが順番か？なんかこいつさ、こんな感じのポケモンはなかった？おったよね。おったよね。なんか、なんて名前やったか忘れたけど、なから始まるやつ。はい、これ。右上、左上、邪魔だ。いてててて、あ、やめてよ。あー、何してくれてんだ、おい。右上、邪魔だって。右上、左上、右下、真ん中、下。え？右上、左上、右下、真ん中。これでいけるようになるか。こっちからいけるんか。いけてて。あ、よいしょ。あー、こっちからもまあいける。うん。こっから戻って、あ、これや、これこれ。じゃ、覚えて速攻で使えるってわけやね。痛い痛い痛い。そっか、もう、ビクビクせんでも。全然私は溺れない。え、大丈夫よね。あー、大丈夫。泳いでる。右上、左上、で、右下、真ん中、で、左下。これ階段じゃない？違うか。あ、階段出てきた。よしよし、行きますか。ゴーゴー。うわー、なんだ、びっくりした。ドッスン的なやつが出てきた。へいー。そして、これは上に、あ、でも、ここからでも行けるか。へいー。やめてよ。あ、ちょっと待って、これ。え？あ、痛い！ぺっちゃんこや。これ、上に行かんといかんのじゃない？え、どうやったら、あ、これで、乗れない。あ、ここで乗り移るんか。なるほど、なるほど。はい。めっちゃ目で追われる、怖い。あ、こっから出てきた。あれ？別にあそこ通る必要なかったんじゃね？ね、別にあっこ行く必要とか全然なかったんだよね。じゃあやめてってば。あ、痛い。このスイッチはあそこが開くんね。はーい。どうで、あっち側は別に向こうから宝箱取っていけるね。よいしょ。 A で早く泳ぐ。潜るのは B やったっけ。よしよし、痛い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 。あ、でも、水の上で攻撃はできんっぽいね。はい、50ルピー手に入れた。割と嬉しい。で、あ、この鍵が、B で潜るやったよね。はい、鍵が手に入ると。あ、違う。あれ？潜。あれ？普通に下に行けばいいんか。そういうこと？そういうこと。なるほど。よいしょーい。はっ。とりあえず、よいしょ。はっ。
箱の鍵を開けます。で、ぷくぷくー、おっと、ぷくぷくだ、ぷくぷく、邪魔なんですけど。あ、なんだ、水中でも攻撃できるやん。あ、よいしょ。普通にあれだよね、スティックで上下動けばいいわけだよね。そうか。あ、で、こっから出てくるけど、けど、え、あっこの宝箱が取れんかったらさ、あれじゃない？痛い。あっこの宝箱が取れんかったら、ボスの部屋の鍵がないです。あれ？どうやって行くんだ？鍵をください。あれ？つら。めっちゃハート減った。これでこっ、あ、ここか。なるほど。こっち側に来てなかったんや。ふぅ、ボスの鍵ゲット。やっとゲットやわ。やっとゲットやわ。よいしょ。ちょっと最後のここで、ハートを。おっしゃ、満タン！行こうぜ。え？なんかさらに先に扉があるけど。あの扉何？何したら開く扉？なんなんやろ。後からまた帰ってくれるの？え、てか、ん？なんだ、下か？おぉ。おぉ、こいつ？ガボボン、ゴバベバ、ゴボン、エザエザ、ギダ、ギダ。もうちょっとちゃんと喋ってくれますか？水中戦か。水中に潜れるようになったとはいえさ、あれなんじゃないの？なんか落ちてきたよ。障害物付き。ああ！来ないで。息は持つんですか？水かきで息は持たないと思うんだけど。あ、待って、今のうちに。はい。これ、ちょうちんをこう、え、なに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 、ちっこえぬきた、ちっこえぬきた。痛ーい！あ、なるほど。つけばいいのか、これで。よいしょ。てい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 。は。うわー。やめて。親指、親指でしょうか。痛いな。痛い痛い痛い。でも全然攻撃受けてないやん。さすが私。ちょ、待って。届かね。あ、ねその子分全然働いてないよ。泳いでるだけだよ。なんかボス戦、あれやん。ハート1個も消費せんかったラッキー。え、で、楽器はどこ、あ、あの奥の部屋に楽器があるってこと？ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。ま、満タンでしたけどね。うざいやつ。これで多分、あっちが開くんじゃない？あ、開かれなかった。かっこ悪ー。開くやろ。はい、来たー。ハープや、ハープ。やっぱ水ペアしね。マーメイドとかハープ弾くやん。潮騒のハープを見つけた。かわいい。ピンクやし。音はなんか微妙な感じな気がするけど。さあ次はどこなんやろうな。え、もう結構マップ開いたよね。入江。入江の中にもお前の行く道は続いている。入江？どこ？コロンボ海岸の方？違うんかな？あ、これで、ね、そこに行けるようになった。こう、おまけ的な感じ？もしかして。お？マンボウさん。君も話できる？話せんかった。僕、マンボウの子供。名前はマンボタメゴロウ。あんた、笛持ってる？ああ、オカリナ？じゃあ、一曲教えてあげる。何？周りの子たちはダンサーかな。いやね、かわいい。
あ、マンボ的な感じの曲ね。可愛いんだけど周りの子たち。ごめんね、さっきやっつけようとしちゃったわ。この曲はどこで使うんやろ。この子が呼び出せるようになるとか、何しにかは知らんけど。マンボウのマンボウを覚えた。水の外に出たら吹いてみよう。僕の曲を吹けば島のあちこちにあるワープポイントへワープできるよ。男女の中でも吹いてみてよね。そうだ、今日の記念にマンボガ池にワープできるようにしてあげる。やったー、マジで。じゃあワープポイントに行かんでも、なんかそのワープポイントへワープができるようになったということやね。ワープ言いたいだけじゃないよ、別に。こっちは行き止まりか。なるほど。ということやけん、とりあえず早速吹いてみよっか。よいしょ。あ、間違えた。間違えた。マンボウのマンボウ。マンボタメゴロウ直伝のノリノリなマンボウ。よいしょ。さあ、これで？え、マンボガ駅全然ワープできんくね？今おるけんってこと？え、ちょっとよくわからないんだけど。あ、入り江ってもしかしてマーサの入り江のこと？かもしれんね。じゃ、ちょっとここに向かってみよっか。ワープします。あれ、フクロウがやってこいんけど。はいー。なに？誰？え？攻撃はしてこないらしい。めっちゃびっくりしたけど、なんか何か音量がついた私に。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんやろ、なんか幽霊が出てきたんですけど。多分この先のストーリーに関係があるんだろうね。